はい、3日目、八幡館っていうねホテル最高でしたね。お風呂がね超充実してたし、部屋もねすごく良かったです。ありがとう。ニーホダムっていう看板に見えたんで、そこにちょっと寄ってみようかなと思いますね。トキいないかな。あ、北緯38度線なんだここ。へー、この巨大、あ、トキモニュメントがある。この塔の上に、ちょっと逆光で見えないかもしれないけど、でっかいトキのモニュメントがあります。お、林道だ。どこに通じてんだろうこれ。入っちゃおう。さあ、林道ツーリング第2弾、なんかあったので入ってみたの巻。でも結構通ってる道ですねここはね。まあ意外とね、ただ田んぼとかに出る可能性があるけどね。どっかに抜けれたら嬉しいけどな。 Google マップもね、戻れっていうの諦めましたね。もう道路外走ってるから。そしてずっとまだ今のところ川沿いを上流に向かって進んでいるという状態ですね。あ、ここも分岐だ。あー、これどっち行こう。これは迷うな。あ、こっから向こうはちょっと行ってみるけど、ゲートですね。ゲートで進入禁止と。なるほど、国有林専用林道ということで。スピンターン失敗。フロントブレーキかけるからいけないんだよな。フロントブレーキはかけないんだよね、スピンターンの時は。怖がってね、フロントブレーキかけちゃうからダメなんで。じゃあこっち行って、なんかこっちも行き止まりかな、もしかして。それか、あー、草が茂ってきたね。もうちょっとだけ行って、ワイルドになるようだったら引き返そう。もう結構ワイルドだけど。こうさっきまでのところはね、走ってる感じがあったんだけど、こっちはクモの巣張ってるし、草の茂り方がね、もう通ってる感じじゃないんでね。よし、やめよう。本来の趣旨から外れていくので、まあ、どっかに繋がってたら面白いけど、ちょっとこれはね。よし、今度は成功した。プチ林道ツーリング終わり。はい、海沿いに出ました。あー、いいね、夏の海、夏の海だよ。あー、気持ちいい。あー、この辺は波がないですね、海なのに。全然、なんで湖みたい。もうこのちょっと暖かい風をね、全身に浴びて今立ち乗りしてるんですけど、本当に全身に浴びてる感じですね。ここがね、前回、まあ、確か12年前かな、来た時はこっちのエリアはね来れなかったんですね。フェリーがねこの沖というかこの近くをね通ってくんで、行きも帰りもね見えるんですけど、まあ、そこを行けなかったんで、まあ、今回は来てみたという感じですね。おお、狭くなるね。姫崎、これホテルかなんかかな。あ、そうだ、姫崎やってんの。やってるかやってないか微妙なラインな。あ、ここが展望台的な感じ。日陰に置こう。こんな感じのドロドロ。姫崎灯台からですね、灯台のところですね。いやー、これは綺麗ですね。アジサイ、これまたいいキャンプ場のこと。誰もキャンプしてないの、もったいない。ここでね、本州と大佐渡、左側がね、見えるはずなんですけど、いやー、これね、セミの鳴き声も響いて、夏って感じですね。あの、カフェリーがちょうど通りますね。
18箇所霊場、片野を、そしてここよ。またこういうとこ入ってくんだ。すげえ。もう入り口からすごいよ。こんなとこか。もうこの辺もすでに棚田だけどね。88箇所霊場入り口、どっちだろう、どっちが入り口なのかな、わからん。お、棚田だ。これ上から見たら結構綺麗なんじゃない？ 40 が逆さになって、あれ？こっちじゃない、こっちか、合ってる？すげえ。これ車とか切り返さないと曲がれないかもしれないぐらいの車種によっては、すごい急勾配だよこれ。なかなかないよ、この普通の道でこの勾配は。そして水が流れてるっていう、田んぼ。なんか棚田がよく見える場所ってこれでいいのかな。なんかもっと手前のような気がするけど、わからん。ここでいいの？ここがそうなのかな、ちょっとよくわからない。どこがその景観スポットなんだろう、わかりませんね。片野の棚田っていうところは場所は多分合ってると思うんだけど、なんかあんまり棚田感がなかったので、まあいいかということでですね、次はもう一つ違う棚田に行くんですが、こっちから抜けられないかなと思ってね、行き止まり、 Google マップでは行き止まりになってるんだけど、こっちに行ってみてるんですが、やっぱり無理そうだな。行き止まりっぽいですね。あれ？続いてるじゃん。行けるかな？行ってみよう。もうドキドキするな。ああ、なるほど。これは厳しそうだな。すげえぬるぬる。まだ続いてるけど、ここで行き止まりっぽいね。もうびっくりした。うわ、残念ながら、まあしょうがない。なんだよ、もう目の前のはずなんだけどな、ちょっとした山が越えられないんで。あ、面白いとこ来れたから。ここの方がなんか景色いいよね、棚田。ここで終わりだ、ここで終わりだよ。そりゃそうだよ。さあ U ターンだ。怖っ、もう怖。よし、残念、この山に阻まれて、この向こうが次の棚田。おっ、いきなりす、すっげえ滑った。ここでやっぱりこういうタイヤ、デュアルパーパスのタイヤで、オフロードバイクも真似事もほどほどにしないとこういう目に遭うと。1コケ。さあここも気をつけないとな。じゃあっていうか、もうタイヤロックしてるよ後ろ。やばいやばい。さあ余計なところに行ったせいで転倒してしまいました。そういうところだよね。さあじゃあ、ね、結局一回下の道にね、もう一回戻って、それから次の棚田ですね。こことかいいでしょ、景色としてはね。棚田の景色うんぬん言うんだったら、海へ向かって下っていってだね。次の棚田を目指しましょう。ご飯食べるとことかなさそうだよね。さあそしてここで右方向、次の棚田に上がっていきます。ここだね。さあここまたいいね、入り口から。まあ、さっきのところよりは
ちゃんとしてるね。でも勾配がすごいね。ここもね、結局多分また戻らなきゃいけないんだよね。戻らなきゃいけないっていうのがね、残念だよな。どっかに抜けたいよな、常に。意外と今度のルートは平穏だな。ここ月伏棚田。あっ、おー、なるほど。そしてここが、そうなんだね。おお、もっと高低差があったら面白いんだけどな。まあ、あの千枚田っていうのとは違うからね。棚田は棚田だから、確かに棚田だし。はい、棚田を見ましたというところでですね、棚田はもう満腹です。あの自動販売機でね、買ったんですけど、出てくるかちょっと不安でしたね。お金が吸い込まれるんじゃないかと思って。全然車も通らない。全然じゃないけどね、ちょっとは通るけど。そして波が静か。本当に海かっていうぐらい静か。日本海だよこれ、荒波じゃないんか。めちゃめちゃ静かだね。のどかだね。本州は見えないですね、全然ね。ああ、のどかだ。そしてお昼ご飯を食べる場所がないっていうね。店もないから買うこともできないしね。今1時で、とりあえずね、一番近いやってる可能性があるレストランまで22キロ29分。とりあえずこのね、東海岸沿いの道を、まあ、景色をね、楽しみながらツーリングですね。まさにツーリング浜辺というか海岸線ツーリングね。海岸線ツーリング、王道だね。ツーリングの王道、海岸線を走る、日本海をバックに。今回はね、ヘルメットはあのオフロードタイプじゃないんですね。まああの林道ツーリングじゃないからっていうのもあるんだけど、まあ長距離の快適性っていうと、やっぱり、ね、この GTA R2 の方がですねいいんで、こっちを被ってきてます。くしくもですね、赤泊まりカニ直売所行こうと思ってたところにのすぐ近くまで来てたんで、とりあえずねそこに行ってみますね。なんかすぐ食えるようなもんないかな。直売所だからな。あ、ここだ。はい、カニね買いましたけど、まあ発送にしました。すごい安いは安いんだけどね、まあ、結局ね栃木までの送料2000円かかるんですね。まあ、ちょっとねあの S さんへのあの猫をね見に来てもらったんでね、お礼も兼ねての分も含めてですね買いまして、でね、お昼食べるとこがないですね。困りましたね。ここ営業中って書いてあるんだけど、本当に営業してんのかな。お食事どころって書いてあるけど、と入ってみよう。自然休養村管理センターっていうね、ここでご飯を食べました。ミックスフライ定食1130円ということで美味しかったですね。アジかな、アジフライ、アジフライ、ね、すごいふっくらしてましたね。あとカキフライも美味しかった。満足できました。これから行くのが宿根木っていうところなんですが、まあ、船大工さんが作った家が並んでいる町並み保存地区なんだそうです。江戸時代の町並みとか、なんかそんなこともちょっとね、あのちらっとレビュー見ただけなんですけど、ホテルの初日のホテルのですね、あの朝食の時にご飯をよそってくれたおばちゃんがですね教えてくれました。まあ、なのでちょっとね行ってみようと、まあ、そういう現地情報っていうのもね何かの縁なので。
荻を過ぎて宿根木というところ、案内所だ。よし、宿根木の前景、すごい狭いところにきっちり作られてたね。宿根木集落をねっとりと見学しました。そして沢崎灯台、宿根木の集落、町並みはなかなか興味深かったですね。歩いて回るんですかとか聞いたんだけどね、来る前にね、どんな感じなんだろうなと思って、要は保存地域だから車とか入れないようにしてんのかなと思ったら、もう車入れるわけがない。めちゃくちゃ狭い。ここを入るのみたいな、人一人分ぐらいの幅ですよね。普通だったらここって違いますよねみたいなところを通路で入っていくっていう。さあ灯台が見えてまいりました。東大元暮らしで有名な東大です。はい、おお、ここまで沢崎花東大。よし、ここで写真を撮ろう。はい、じゃああと2箇所、あれだね、神小岩っていうのはそこに見えるところだね。で、あと万丈敷、千丈敷じゃなくて万なのっていう。いやー、いい天気で最後は最南端の景色をね、楽しめることができて、いやー、よかったよかった。夏だね、夏、入道雲が見える。おー、大佐渡の方が見える。あっちはまた雲が、えらいかかってるね。あはは、ここが万丈敷。いや、旅のクライマックスって感じだね。巫女岩か、巫女岩って重くそ逆光。そしてすげえゴミ、漂着物かこれ。カモメ荘まで17分。この最小回転半径がいいね。これは小回りが効く、文字通り小回りが効くというやつだね。いやー、しかしね、こうやってね、歩いてる人が全然いないっていうね、外にね、この感じいいね。いやー、島に来た甲斐があったわい。ハイシーズン前の平日に島に来た甲斐があった。もうね、どこ行っても人いないからね、最高だった。さあ、ここが、ここに札がありましたね。確かに白い網模様がねついてますね。なんだろうなと思ったらそういうことか。へー、面白い。さあ、いよいよホテルに向かいます。日が傾いてきてるから逆にすごく綺麗な景色になってる気がしますね。ちょっと逆光だけどね。でも逆光は勝利っていうね、言葉もありますので、まあそれはそれでいいんじゃないでしょうかね。ここがカモメ荘でやってる。
あ、はいはい、合ってますね。この外観ですね。どんな宿なのか。また名前が書いてある。